こんばんはが好きやね。こんばんは。こんばんは。めっちゃ関西弁なんか。なんか、こんばんはってさ、意味わからん。どうでもいい話に。こんばんはってさ、標準的にね、まあいいけど、こんばんはは、なんか、優しい、なんか、ふんわり、温かさが、感じるよね。どうもどうも。さあ、ということで、さっきね、X にも ちょっと投稿したんですけど、今から配信しますっていうお知らせとともに、今 NMB48 の10期生候補生、10期候補生 ?10 期生のオーディション中の子たちが配信してますので、皆さんもこの配信終わったら、よかったら、ちらりちらりと見に行ってみてください。私もね、10期生の配信を見に行ってみて、今から配信しようと思って、アプリ開いたらやってたから、なんか、あ、ちょっとコメントしてみようと思って、先輩の雰囲気出そうと思って、コメントしたんですけど、本当に誰にも気づかれへんまま、配信が終わってしまいました。なんか私がコメントしたタイミングも悪かったんですよ。なんかちょうどランキング読んでた時で、でもまあなんか、でもコメントしてもさ、なんかファン、その配信見てる人とかが、なんかワカポンいるよみたいなコメントしてくれるかなと思ったんですけど、そんなこともなく、いやそう、いやなんか、コメントを、何、配信を見てる人も、配信してる子も、恥ずかしかった。そう、ちょっとタイミングが悪かったね。残念。またいつかリベンジします。でもいろんな子が、私もちょっと全然まだチェックとかできてないんですけど、いろんな子がいるみたいなので、よかったら覗いてみてください。さあ、そんなこんなで、この配信はね、マングラっていう、その、大喜利をする企画をね、NMB でやってまして、それを今日は皆さんと一緒に大喜利の答えを考えようと思います。今日のお題が、10期生もびっくりしたオーディション、最終審査のオーディションとは、みたいな、なんかそんな感じの、ざっくりすぎる。なんかそのオーディション、審査内容かな。何やろな。まあ、パッと思いついたので言ったら、ツルツルの頭を何個か並べて、これが金子さんでしょうみたいな。ああ、阿部若菜のコメントはどれだ？どれが阿部若菜のコメントか、審査でいいかもしれん。若ポンがびっくりしたオーディションあった？ないな。あ、そう、聞きかねこって言葉いいな。オーディションだって普通に私の時はドラフト3期生ってドラフトのオーディションだったんですけど、それこそファンの投票で合格を決める、最後の合格を決めるっていうのがびっくりオーディションよね、ある意味。結構なんか嘘か誠か信じられんくない？応募写真。いいよ、応募写真。面白い応募写真の子いるんかな、今回も。答え聞きかねこでいこう。面白い応募写真おるかな。でもそれもそうやな。
ファンの投票で決めるっていうの、びっくり審査やな。それもありやな。なんか、ディスリーみたいになるかな。全然そういう意味じゃないけど。猫かな。私、オーディション、初めてのオーディションで、ありがたいことに合格したから、あんまりその、オーディション話、そんななくて。あの写真はね、もう、なんか自分でも超えられんわ、もう、あれより、面白い写真はもう、撮れない気がします。なんか、もう自分、なんで、なんか自分で言うのも、恥ずかしいんですけど、私の、あべわかなオーディション写真って調べてみてください。これは人生の中でも。しかもあれが、なんか あれがただの、なんかオーディションの一番大事な写真で選んだのがあれっていうのがなんか、ちょっと正気じゃないな。あれがさ、なんか別に変やという自覚もなかったしな。一番だっていいやつだと思って、人生を変える写真やで。懐かしいわ。本当になんか、もう一枚ね、これまだ世に出したことないんですけど、普通にその、オーディションって全身写真と、アップ、上半身の写真を送るから、上半身の写真が良かったんじゃない？ちょっとなんかそれは普通に恥ずかしくて出してないし、今後も出さないんですけど。出しません。まだしません。どうなんやろ？でもなんか面影はもちろんあるし、なんか多分あの時が髪の毛一番短かったんじゃないかな。でも屋上で撮った写真です、それも。それがなんか可愛かったんじゃない？ 適当。さ、あの服装で、その時の服装で撮りました。なんか、っていうか全身を撮れる場所が、なんか、外で撮るのはさ、恥ずかしい。あったし、日常生活って今ほどなんか、インスタとかもそんななかったから、今ほど一般人が写真撮るのが当たり前じゃなかったからさ。だから、初見って言葉いいね、なんか。初見ですもさ、初見ですっていうコメントもでも初めて配信したとき、わかんなくて読み方が、初見？なんて読むんやろうと思って。初見っていう言葉さ、普通に生きてたら知らなくない？初見を初見やったもん。初見ですっていう言葉がよくわかんなくて。なんか配信用語って感じよね。そういう配信用語って結構、なんか配信あるあるって結構あるよね。そう、なんか初見さんなのかなみたいな 思って。なんかそのランキング読むとかも結構特殊な、あれじゃない？あとなんだろう。配信あるある。でもなんかこのさ、なんかコメント欄眺めて、コメント流れてるからわかるけどさ、こうやってなんか、一人で喋るっていうのも、なんか、そもそも独特ですよね。スクショタイムとか、スクショタイムとか、なくない？言わんくない？ あるある。確かに配信カメラ目線ならないね。カメラこっち？
止めるこっち。とは、スペシャルタイムとか言われても、なんか、何のポーズしたらいいか分かんない。もう、もう、慣れたもんです。だから、その、私もオーディションの時に、ショールーム審査があったんですけど、最初顔を出してなくて、で、なんか、自分の部屋でやるのも恥ずかしかったから、親に聞かれたりとか、声聞こえたりからとかね。だから私ね、車の中でやってたの。そう、めっちゃ静かなとこで、本当に静かなとこでやってて。あとなんだろう。車の中でしてたし、あと配信のルールとかもわかんなかったから、実家の車ね。家の車で、乗ってて。そう、恥ずかしかったな。本当に、しかもなんか何喋っていいかもわからへん。じゃない？その初めての配信なんて。で、別に見に来る人もそんな全然いないやんか、正直。そんなオーディション中の。しかも私もランキングも下の。もうほんと下から数えた方が早いぐらいだったから、ずっと。だから、ずっとなんかボソボソ喋ってた。あとね、私なんかそのルールも分かんなかったから、ラジオ配信だったの、そのオーディションの時で、なんか家の鍵を忘れて家に入れなかった日があって、でなんかもうなんか帰れないから家の前で配信してたんですよ。そしたらそりゃそうなんやけど、外で配信したら場所とかバレたりが怖いからバンされた。今思えばそれそうだけど、私の人生で初めてで最初で最後の番がその家の前配信でした。そう、いや、なんでそんなさ人通りもあんのに家の前で配信しようと思ったんかも全然わかんない。なんその面白い女っていう掛け軸みたいなギフト、ありがとうございます。ぴったりの。めちゃくちゃやってたなぁ。あと、なんかオーディション自体が、なんか私多分 NMB に入った時が、一番変やったんやと思う。ラジオ体操をするっていう配信も、絶対面白い女。ラジオ体操をするっていう配信をね、私はオーディションの時にやってたのかな。で、なんか NMB 入ってからもやってたんですけど、なんかそれは別にオーディションの時だったかな。なんか特に、なんかそんなラジオ体操がおかしなことっていう意識もなかった。NMB 入った最初の方かな。オーディション中もやってたんかな。なんか、15分ぐらい。なんか短い配信をしたくて。で、なんか朝寝起きの顔だから、カメラに近づきたくなかったんですよ。なんで、でも、カメラから遠ざかったら何ができるかなと思ったら、あ、そうだ、ラジオ配信、じゃあラジオ体操したらいいんだと思って。ラジオ体操新規、ありがとう。でもね、意外とラジオ体操で、ファンになりましたみたいな人が最初はいたのかもしれない。で、なんかしかも音も流せないから、ラジオ体操の、なんか無音でラジオ体操してて、めっちゃ恥ずかしくて。ラジオ体操新規、ありがとうね。ちょっと今年の夏休みもやりたいね、ラジオ体操。なんか、
結構最初の頃は毎年やってたんかな。最近はなくなっちゃったけど。なんか久々にね、もう、私23歳になるんですけど、今年。やりたいなと思います。確かにそれが CYNN につながって、配信で、全身タイツを着せられて、ラジオ体操をした頃もありました。そう思ったらなんか最近、なんかすごいまともになったんだね。なんかね、高校1年生の時にオーディションを受けてたんですけど、その時ね、もう、あの時は正直、中二病やった。もう、なんか人と違うこととかが好きで、なんか人と同じことがしたくなくて、6年半前とかになるのかな？そんなになるんだ。で、なんかいろいろしてた。あと髪の毛、インナーカラー赤だった。意味がわからん。そう、なんか私、なんか髪染めちゃいけないっていうのもあんま知らなくて。なんか、私結構、いろんなアイドルグループ好きだったから、別に髪色、金髪の人とかもさ、結構いたし。地下アイドルさんとか、いろいろ見てたから、なんか、その黒髪じゃないとダメっていうか、感覚が全然なくて自分の中で。だからバンドとか好きやったから、インナーカラー赤にして、配信して、なんかステージも出て、でもあんまわかんなかったんよね、赤って。画面を通すと。でも普通になんかバイト先で怒られて、高1で1万円ぐらいかけて染めるって、めっちゃ大金なんよ。高1のさ、美容室に1万円って、なかなかじゃないですか、自分を振り返ってもらって。でも怒られたから、すぐ直した。1週間でやめた。だって今でも美容室に1万円って結構グッてくるよね。まあ、カラーとかするとね、髪染めたりするとそれぐらい行くんだけど、そう、全然学校あった。9月、10月とかだったから。でも、こんな感じで、おろしてたらあんまりわかんなかったから、なんか体育とかどうしようと思った。だけど、そんなに。ブリーチはしてないのかな？したっけな？でも今はそんなに染めたいとかないから。10期候補生の、何番にする？私誕生日が7月18だから、718、718番、ないわです。ないわちゃんって呼んでください。ないわ。懐かしい、そういうなんか、本名とかも出しちゃいけなかったから、オーディション中ってね、自分の名前も出してないから、なんか番号が与えられるんですよ。で、私58番だったから、当時は。ゴーヤちゃんでした。懐しい。しかも、ないわってコメントできないんだ。悪口ないわってもう悪口なんだ。ゴーヤちゃんでした。懐かしい。スクショタイムしていい？NG ワードだった。でもなんか本当に丸くなった、めっちゃ。今振り返って、なんかいいね。こう10期生とかが配信してると、こちらも昔のことを振り返っちゃいますね。なんかその掛け軸、スタンプ、ギフト、面白いね。ありがとうございます。
にどうやった？恥ずかしい。もう、NMB さんの、NMB さんで、本当、先輩方、皆さん、尊敬してて、うん、大好きなんですけど、惜しい、惜しいって言うと、迷う。山本美香奈さん推しです。いや、山本美香奈さん推しです。あと、先輩卒業された方で言うと、市川美織さん推しです。候補生時代は、美織さん、市川美織さん推しって言ってました。それそうやったし。白怖い。特技は陸上部だったので円盤投げが得意です。あ、そんなことそんなことよりさ、あの全然違う話なんですけど、昨日新曲、NMB48 の29枚目シングル、これが愛なのかが発売されちゃう、間違えた。これが愛なのかを初披露させていただきました。NMB の公式 YouTube にもアップされてるんですけど、皆さん見てくださいましたか？初披露、緊張した。かっこいい曲なんです、すごい。なんか、マジであれ、そう、ラス、最後のサビの、好きだ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 あれ何回、何回言ってるか分かんなくて、好きだ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 10回ぐらい言ってます。10回好きだって言ってるところは、でも YouTube にはアップされてないので、フルで見たい方は DMM でアーカイブを見ていただくか、ミュージックビデオを待つか、それまでどこかで披露されるのを楽しみにするかの、どこかで、どれかでお楽しみください。なんかね、好きだって、踊ってると振り付けがあるから、好きだの回数わかんなくなることはないんですけど、レコーディングの歌を撮った時に、なんか自分が何回やってるかわからなくて、みんな、好きだ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 、と言おうって。指で数えながら声を取りました、私は。そんな一生懸命指で数えましたので、5月22日の発売もお楽しみにしてください。最初バグやと思った。そして4月29日にはアベノキューズモールさんでリリースイベントもありますので、ミニライブとハイタッチ会、ぜひぜひ遊びに来てください。ゴールデンウィークも始まるしね、お仕事の方もいるかもしれませんが、ゴールデンウィーク、あと5月3日、4日、5日は、インテックス大阪で、大阪コミコン2024やってます。私も多分3日間いると思いますし、結構ステージがあるんですけど、それもね、結構出るので、去年以上に出させてもらいますし、コミコンライブもありますので、特に最終日がおすすめですが、でも全部の日、来てください。また詳細は私の X をご覧くださいね。さ、ということで、じゃあ今日はランキングを回していただきましょうかね。いきます。13位、タツオジさん。12位、ギジュさん、まさきさん、お尻フリフリおじちゃん、犬の気持ちさん、ゆやゆよんさん、かっちさん、アルダさん、ジョセフさん、あやぽんさん、まめしばさん、ゆうじろうさん、まどかさん、皆様ありがとうございました。ナングラはききかねこにします。ナングラの答えは、
きかねこになりました。怒られるかな。なんか語呂が好き、言いづらいし。なんか初見です、配信までだった、頑張ってね、いじられてる。気づいちゃったもんね。あ、そうだ、私ちょっと毎週木曜日に YouTube でゲーム配信をしてたんですけど、明日はお休みになります。また土日のどっちかに配信します。それでは、あと今日はどっかで、ちょっとまだ時間決めてないんですけど、ファンクラブのルームスの配信もしようと思っていますので、よかったら阿部若菜のファンクラブチェックしてみてください。若ポンチおすすめです。いろんな、いい素材いっぱい転がってます。それでは皆さん、ごきげんよう。ありがとうございます。